皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今ヘアメが終わったところです。今日はキャンディーちゃんバレンタインライブナナランドさん主催のでくまりデパートさんとキャンディーちゃんのスリーマンのバレンタインライブに行くので、久しぶりにキャンチューに会うのと、あとバレンタインということもあって、ちょっと久しぶりにね、しっかりヘアメをして気合を入れてみました。あとこうなんでライブなのにこんな高いツインテールしてるかっていうと、あの一番後ろの方で見るので、前に行くと男性に埋もれちゃって基本的に私見れないので、前の方に行くんです。前の方じゃない、後ろの方で見るので、なので高いツインテールにしてます。かわいいでしょ、かわいいでしょ、かわいいでしょ、かわいいよね、かわいいって言って、うん、かわいい、ありがとう。そうなの、かわいいでしょ。ハートの端っこにね、私ハートアレンジしたことなくて、なんだかんだヘアメいっぱいしたことあるけど、初めてやったの、かわいいね。今日は推しにプロポーズしようと思って、わかるかな、見えるかな、ソープフラワーを買ったんですよ。これを次特典会の時に持って推しにプロポーズしようと思います。今日は実はあのマネージャーが私がずっとビビアンビビアンって言ってる、キャンチューキャンチューって言い続けてたら興味を持ったのと、あとビビちゃんが私のマネーアカまで認知してくれててで、それをマネに伝えたらマネがすごく嬉しがって、あのビビに挨拶したいか、挨拶したいって言って行くことになったのと、あとその過程でキャンチューの動画とかを見てる間にことみちゃんが好きになったみたいなので、それで会いにね、マネと一緒に行きます。今日はなんかちょっとここ赤いね、治るかな、今日はちょっといろいろと派手なのでネックレスとかつけてないです。チョッカーつけてくればよかったかな。まあ、いっか。です。見て。ちゃっかり 4°C の桜のバングルゲットしてたの。かわいちいでしょ。誰も映っちゃう。恥ずかしい。かわいちいでしょ。ほら。うん。ということで、なんでこんなに動画を撮ってるかっていうと、暇です。あとね、会場近くまで1時間くらいあって、でもこっから会場まで20分とかで着いちゃうから暇なのね。まあ初めに着いててもいいんだけど、マネと合流しなきゃだから、うん、スタバ買っていこうかな。てかさ、私今日上着持ってきてないの。今日あったかい日、あったかくてさ、ストッキングも入ってないしさ、上着も持ってきてないんだけど、みんなさダウン着てるのね。ちょっとよくわかんないなんでだろう、これ別に間違えた選択肢もしかして。まあなので楽しんでいきたいと思います。勝ちの勝ちの勝ち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 です。はい、行ってきます。とりあえず電車乗って行ってきます。今日の会場は渋谷です。イエイ、行ってきます。あのマネージャーとワイルドさんの前で待ち合わせをしているので、そこに向かって行ってきたいと思います。バイバイ、行ってきます。バイバイ。よいしょ、まさかのマネと同じ電車に乗ってましたマジで声かけびっくりした、本当にやめて心臓止まりかけた、びっくりした。いや、で普通にワイルドマンさんとかで待ち合わせのつもりでいたからビビった、半分死んだわ今。めっちゃ久しぶりなんだけど。めっちゃ変わったくない？変わりすぎでしょ。渋谷なんか常に変わるんだよね。もうさ迷子になるんだよいつも。いやこれ迷子になりますよ、ね。うん。間違って光栄とかの方に行くんだよいつも。むずいよ。気づいたらこうなってて迷子になった。すごい分かりやすい服装ですね。ちょっと可愛いでしょ、気合入ってるの。気合入ってる、めっちゃ気合入ってるやん。バレンタインだから。あ、確かに。ミリもヘアメイクだってインスタに載せてた。今日の
ところは行ったことあるんですか？あるよ。見やすいと思うし、後ろからの方がいいかも。あ、そうなんですか。うん。なるほどね。うん、そうそう。後ろの柵あたりから見た方が見やすいかなと思う。から、後ろに入る気満々でこのと可能性にいってるだから。埋もれちゃうんだよね、私。そう、メンズにね。だから、それすぐ見えなくなっちゃうからさ。後ろで引きで見た方が見えるんだよね。へへ。会場向かうな。バイバイ。ホラー映像になってる。本当だ。ホラー映像じゃないです。キャッチの特典会とライブが終わってね、マネと酒を飲んで、マネは飲んでないけど、から帰宅中です。今日のライブの感想をどうぞ。いやいや、すごい急に来ましたね。今日のライブの感想。いやー、キスミーパティシエ聞けて本当に良かったっていうのをさっきも言ったんですけど、あのさ、キスミーパティシエの時横でさ、めっちゃ盛り上がってるのかさ、一人でマジで面白くて、あの、いつ来るかなと思って最後来て、基本ね、最後。あ、最後なんだ。うん、基本最後。インターミッション挟んで基本最後から。あー、うん、そういうことなんですね。いや、やっぱあれ盛り上がるね。だよね。あれもね、あと、ほんとさ、反応してたのが、私がよく TikTok 撮るさ、あざとポーズとさ、キサミパティシエでさ、バチバチで面白くてさ、一人でゲラゲラ笑ってた。やっぱこんなに、まあ、話してる村川さんを今日初めて見れたわけだから。ビビね、生をね。そうなのよ。いや、すごい、なんか、ほんとになんか、あ、この方がいつもこう話に出てくるビビアンさんなんだなって思うと、感慨深いものが本当にありましたね。だそうです。ディディ見てる、はい、お話できてよかったで、よかった。でもめっちゃビートハイテンションで喋ってなかった。めちゃくちゃ面白くてさ、私さ、それ見てギャラギャラ笑っちゃっててさ、ツーショットなんか撮れないです。リノマルから言われた言葉知ってる？あ、知らないよね。なんかさ、リノマルとさ、私今日メンバー全員とさ、音徳メンバー全員とのやつを買った。それのお礼、めちゃくちゃ構ってもらったのね。そのお礼をね、はい、するためにメンバーみんなと今日チキ取ったんだけど、それでリノマルと取った時にさ、はい、あの M ちゃん本人に聞く前にビビからマネージャーさん誰って聞いちゃったのつれて、今日マネが来ること自体も多分キャンチューン内で共有されてて、でマネージャーさんが行くっていう話をしてたってことですか？あ、してたしてた。ビビには言ってたし、インスタとかでも言ってた。面白いですね。だからでもそれもタグ付け何メンション、はい、してるのは基本ビビとかキリとかシーとかだけだから。あ、なるほどね。だからそれをすごいです、ね、メンバーみんながね、私の情報共有人気者ですね。みんなこれさ、幻のポケモンみたいな扱いされてさ。幻だよね、見たことない人からしたら。本物だって言われてめっちゃ面白かったね。その反応正しい本物だえって言われて、うん、いや、うん、その辺にいるただのオタクだから、だ、静かにしやがれ。なのね、楽しかったで。まあ、この動画上がっても基本、多分ホワイトデーくらいなんだけど。今はバレンタインデーだけど、多分ホワイトデー、そのくらいまで動画の予定が詰まってるから、今。でもホワイトデーしきるかも、4月くらいかも、これワンちゃん。先だね。で、したら3月もワンちゃんさ、週2で投稿しないとさ、多分動画の量産が過ぎてさ、間に合わなくて。やばいっすね。だって3月は3月でね、いろんなとこ行くかもしれないじゃない。そう、だってイベントもあるし。そうなんですよね。私キャンプのライブもいろいろ行くし、はい、そうなんですね。で、それで私基本休みの日ずっと YouTube 回してるから。えらいな。えらいでしょ、休みが休みじゃないんだから。で、で回してない日って引きこもってて編集してるんだから。確かに、休みが休みじゃない。休みが休みじゃないな、私。休みが休みじゃない、本当に。だから、そう。ライブ行った時だけ休みかな、だから。うん、うん。そう、だから。みんなはいっぱい YouTube 見れることに感謝していただいてよろしいですか？はい、よろしいですと。今お返事が聞こえましたので。うん、はい。なんか週2で見るの大変っていう声もあったんだけどさ。見ろよ、お前ら。恋物のために見てくれ、恋物頑張ってるんだ。でも誰よりも早くうちのばあちゃんが見てるんだけど。それはやばい。あのさ、更新20時ぴった。一番のファン。20時ぴったじゃんか。うん、なんか私がさ、
URL 送るよりも前、URL 送るの5分後とかなんだけど、だいたい忘れてて。うんうん。もう、ばあちゃん見終わったよとか平気で言うの。そんな連絡が来るってこと？そう、URL 送ったら、あ、これもう見た、大丈夫って言われるの。やばいね。やばくない？やばいよね。マジかしね。やばくない？やばい。美味しいよ。そんなおばあちゃんも楽しみにしてくれる。おばあちゃん見てね。多分おばあちゃんが、だね、ばあちゃんがね、一番ね、既読は、既読、YouTube の既読あ、いっちゃう。YouTube みんな一番早いよ、多分。ありがとうね、ばあちゃん大好きだよ。じいちゃんも見てるかも。じいちゃん、ばあちゃん大好きだよ。もちろん、ビビアンも大好きだよ。やばかった。今日はやばかった。今日はビビアンにプロポーズしたのね、特典会で、うん。ね、見てたよね。見てた。でさ、結婚してくださいって言ったらさ、法律が許すなーって言われて。法律変えてみせますもんという気持ちになりました。ね、冗談なんですけど、これは別に。まあまあ、そのくらい楽しかったということで。言うてほら、またこうやってずっと無限に喋れるから、また5分とか撮って。うん。やばさ。これをさ、喋れる、延々に喋れる二人組がやるとさ、20分になるわけ。うん、そうだな。うん。私一人でも15分喋れる女なんだから。そりゃそうなるわけ。うん、確かに。困っちゃうわ。困っちゃうわ。困っちゃうわ。動画の編集が困っちゃうわ。しかもこれがまた発生するのでね。うん、うん。だって来週プリキュアライブなんで。来週ってか今週？うん、来週？来週来週。プリキュアライブなんで。違うくね？今週じゃね？今週だわ。今週じゃない？ 17、18。そう、17、17、17。うん。なので。今週でございますね。ね、一枠余ってるんだけどさ、どうしよう。あ、そうなの？席余ってるんだけど、そう。え、それ何人で行くの？予定なんですか？4席取ってて、3埋まってるんだけど、1、弟が来れなくなっちゃったから、そう席余ってて、どうしようか。誰か来たい人いますか？もうこの動画が上がる頃には終わってるんですけど。なので、そう、お楽しみに。またクソほど喋る動画が上がると思うので、お楽しみに。はい、板場とちょっといろいろ準備しなきゃな。はい。プリキュア。ってことは、この動画を撮って、もう日付が変わって今日なんですけど、14日を過ぎて15日なんですけど、なんと V の撮影があります、本日。でも日付を超えてます。1時間がちょっと遅いです。いろんな事情があって。嬉しい。本当に。私さ、最近さ、みんなからさ、痩せたって言われるからさ、酒飲んだ次の日の方がさ、ちょっとむくんでて美女がいいのね。チーンって感じ。あの、小麦アレルギーが簡単に太れる方法を誰か発明して教えてください。ファストフード食えないからやっぱきついよね。ファストフードが一番手っ取り、ハンバーガーとかね。とかピザとか食べるのが一番手っ取り早いじゃんか。で、私がさ、一番太ってた頃何の生活をしてたかってさ、うん、菓子パンとジュースの生活をしてた時が一番太ってたわけ。うん、でもそれが今できないから、私米食べるとさ、痩せるタイプなんよ。あるじゃん、うん、米食べると太るタイプとさ、うんうんうん、米食べると痩せるタイプ、うん、私米食べると痩せるタイプなんや、うん、でも米しか食べれないから米食うわけ。そうだな。誰か発明してください。小麦アレルギーでも太れる方法発明してほしい。発明してくれたら表彰状送ります。お願いします。そのくらい今恋バチは聞き迫ってます。ほらまた10分喋っちゃう。まあそんなわけはなので、今日はライブ楽しかったです。ビビアン愛してるよ。これから忙しくなっていっぱい会えない日が続いたりとかもするかもだけど、でもビビのことを常に思って生きてるよ。愛してるよ。私いろんな現場でね、お仕事してる時にね、 BGM かける時でもあるんだけど、そのパッケージ撮影してる時とか、その写真の撮影とかの時、基本音楽好きなものかけられるんだけど、何がいいですかって言って絶対にキャンディチューンって言うのね。なのね、そのくらい毎回ビビのこと思ってるし、お仕事の現場にねビビのアクスタを持ってって、ビビのアクスタと共に一日過ごして頑張ってお仕事したりとかしてるので、
ビビ心配しないね。私はビビのことだけを見てるよ。そう。ね、私びっくりするくらいビビしか言わないよね。そう。口から発せられる言葉ビビだもんね。ずっとビビ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 ビ。そう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 。なので、安心して。ずっと好きだよ。で、ビビがこの YouTube を見てくれてたらいいな。YouTube 見てんのかな、私の。でも私え、見てんじゃないの？どうなの？ずっと夫が全部見られてるってこと。もう。見てくれてたらね、嬉しいですけど。またキャンちゃんのみんなに全共有されてたら、それ一番怖いんだけど、それが一番怖い結末なので、もしこの動画を見た後に、キャンちゃんのメンバーさんが、もし メンバー内で共有してるとかがあったら、すぐに教えてください、お願いします。怖いんで。うん、下手なこと言う。下手な発言なんてしないんだけど、私基本いいオタクでいるので。はい。そう。一番に考えてることは、常に運営さんに、疲れるオタクであろうということを心がけて生きているので。はい。はい。で、このね、このライトで照らしてる方の携帯がもう充電が本当にないので、ここで終わると思います。すぐ終わるのね。充電がない。充電がないもんだって。でも10分喋ってるもんだって。これだけでもうさ、20分くらいの、20分、30分の尺の動画なんだわ。うん。だけどずっと回してるんだから。ヘアメイク終わってから。すごいっすね。はい。ということで。今日はいろんなびっくりがあったりとか、まあ素敵な日でした。まだね、寝てないから今日なの。うん、寝たら今日明日になるけど。そうです、ね、これ私の持論ね。うんうん、でもわかる。わかるよね。わかる。わかる。ちょっと難しいけどね。寝るまでは今日じゃない？うん。それめっちゃわかる。だそうです。まだ今日だね。まだ今日、まだ14日だよね。12時だし、12時台だし。家帰ってチョコレート食べてから寝よう。チョコレート食べるのね。めっちゃ買ったリンチのチョコレートの期間限定のがさ、美味しくて。だってさ、試食丸々1個配ってんの、あれ。あ、そうなの。うん。リンツ？うん、すごくない？そう。丸々1個食べません。私、試食どうぞって言われる。もらいますって言ったけど、さすがに2回目は、昨日もそれ食べたので大丈夫。遠慮しちゃった。いい子だから。まあ、そんな気なので。バイバイ。みんなおやすみ。とりあえず可愛いところだけ見せとこう。これさ、私さ、今日さ、トイレでさ、こうやってさ、髪型切る子のために動画撮ってたの。ああ。カメラと一緒にさ、私も自分と一緒にカメラも動いててさ、何も髪の毛映ってなくて、壁しか映ってなかった。武器っちょか。壁しか映って、こうやって棒溶けてたらさ、壁しか映ってなくなっちゃってさ。可愛いですけど。何も映ってなかった、その動画。壁しか映ってなかった。ねえ、まあ、それは私のただの記録用なので、どこにも載せないやつなんだけど。まあ、まんちゃん見せるとしてもね、もっかったそうなんだけど。うん。うん。まあ、今後もいっぱいいろいろと YouTube が上がりますよ、ということで。はい。はい。お楽しみに、皆さん。YouTube の量多くて見れないとき言うような、全部見ろ。YouTube と作品と、あと、もろもろいっぱい全部見ろ。よろしくです。バイバイ。おやすみ。あ、久しぶりにこれ言おう。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。おやすみ。明日撮影頑張るね。バイバイ。